どうも、りょうへいです。よろしくお願いします。はい、ということで、本日は、お久しぶりですね、モンタンスポーツさんに来ております。いつもありがとうございます。しばらく来れていなかったので、まあ、どんなものが入ってるかなっていうのをちょっと見させていただいたんですが、結構入ってますよ。その中で、まあ、今年から、ちょっととある選手が、グローブ、ちょっとね、モデルチェンジした。っていうのがあったので、で、それがね、入荷されてますということで、それ紹介させていただければと思います。はい、じゃあね、早速ちょっと出しましょうか。こちらです。はい。まあね、Z、HWEB、ん？今宮選手モデルじゃないの？と思う方、いらっしゃると思います。ここ見てください。エッジついてるんですよね。ということはですよ。はい、はい、はい、はい。ちょっとね、じゃあ旧モデルも。持ってきちゃいましょう。はい、ちょっとこれ軟式なんですけど、旧モデル持ってきました。はい、ということはそうです、源田選手モデルです。はい、来ました。もともとはバスケットウェブを使っていたんですけれども、今年からこの H ウェブに変わっています。去年ね、 WBC で源田選手ちょっと指を骨折してしまいまして、そこからなんかモデルチェンジにつながったっていう話を聞いています。で、ちょっとはめますね。これも小指2本仕様です。なんで結構小指のところ余裕はある感じですね。正直言うと、変わったところって多分ウェブぐらいなんですよ。でもウェブ一つ変えるだけですごい変わるですよね、グローブって。で、これは H ウェブのエッジ付き、まあなんで、昔はバスケットウェブのエッジ付きだったので、本当にここの部分が変わっただけっていうようなイメージですね。肩もそんなに変わってないような気もする。 3?8? 使いだけなんだからやめえ。それでグローブ10個買えるわ。こちらの源田選手モデル、新しいやつなんですけども、まあ、操作性は多分バスケットウェブより上がってるんじゃないかなと。もちろんね、面積も減っているので、操作性っていう意味では僕はこっちの方がいいんじゃないかなというふうには思っています。ただバスケットウェブよりかは、ウェブで取った時のその強さの軽減、打球、速い打球を取った時の耐久度って言ったらいいのかな、なんて言ったらいいのかな、まあそういったところはもちろんね、全部覆いかぶさってるバスケットウェブの方がいいんじゃないかなっていうふうには思うんですが、源田選手ショート守ってるんでね、多分サード守ってるよりかはそういう打球少ないと思うので、 H ウェブでっていう形になったっていうのもあるのかもしれないですね。これは旧モデルからなんですけれども、もともと源田選手モデルって広いポケットだったんですけれども、ここね、小指2本入れ仕様にしてから指股がまず、はい、なくなりました。あとは背面紐同士がつきました。はい、こうですね、っていうのが、まあ、新しい小指2本になってからの源田選手、グローブとなっています。まああとはね、もう言わずもがな、Z プロステータススペシャルエディションか、なんでラベルもね、シリコンタイプの、ラベルですし、はい、でこれがね、ちょっと限定のものになって軟式になってしまうんですけど、これが今宮選手モデルですね。こっちが源田選手モデル。何が違うか、まあ同じね、 H ウェブサイズ4、じゃあ何が違うのっていうと、まずウェブの違いがありますね。こっちも H ウェブではあるんですが、源田選手モデルには H がついていますと。と土手の巻き方が、今宮選手は、順巻き、こっち、源田選手モデルが逆巻きとなっています。なのでまあ見てそんなに変わるもんでもないですけど、若干やっぱ源田選手モデルの方が広いかなといったような感じはします。源田選手モデルって小指2本なので、小指2本入れ仕様なんですけど、こっちの方が広く感じますね。今宮選手モデルはめた時と比べても全然源田選手モデルの方がやっぱ広いです。なので変わらずかな、しっかりの今宮選手モデル、操作性の源田選手モデルっていったような感じがします。まあ同じ HWEB Z サイズ4、でも違うんだなっていうのははめたらすごい分かりますね。カラー展開出てるのが黒タン、こちらが、公式用で、はい、まず出ていますと。で軟式用でキャメルと黒が出ています。こちらも SE、まあ今出てる、新しい源田選手モデル、とりあえずは、SE で、出ているような感じとなります。で軟式用はもう一個カラー展開ありますね。すいません、ちょっと黒入りっぱなしなんですけど、この逆色、こっちの、逆色軟式用でもう一個出ています。で軟式用のグローブ、お値段が 38,500 円となっております。なのでまあ普通の SE と一緒なのかな、
新しいモデルとはいえ普通の SE と、同じ値段で購入できるグローブとなっています。でこの公式用の SE は6万6000円です。なのでちょっと高めかな、やっぱプロステル SE、ちょっと高めではあるんですが、まあそれこそねやっぱ、ずっと僕言っております、品質すごくいいので1年生でポジション決まってからこういう高いグローブ買ってもいいんじゃないかなというふうには思います。で片付けはこれまだされてないかな、まあなので、どういう方にも HWAVE なのでね、あの深くもこうやってもできるし、こういうふうにちょっと斜めで使用することもできたりとかするので、そういったところもバスケットウェブよりかは広がるんじゃないかなっていう、その自分の片付けの選択肢が広がるんじゃないかなというふうには思います。あとはもう本当にポジションどこ守るかとかにもなると思うんですよね。さっきちょろっと言いました、バスケットウェブだと、まあ、全部覆いかぶさってるのでサードとかでも強い打球、処理しやすいんじゃないかなというふうには思いますが、セカンドショートでやる選手なんかはどちらかというとこっちの方が好まれるんじゃないかなと。セカンドショートっぽくなった新しい源田選手モデルっていうような感じがします。まあもちろんこれもサードで使っても全然問題ないとは思いますけれども、そのポジションごとにどっち使うとかっていう、どっち購入するとかっていう分ける選択肢がこれで増えたのかなという感じですね。これはなんか前より使いやすくなったのかな。前はバスケットウェブっていうところでちょっとまあ苦手意識あった人っていうのもいるかもしれないです、いるかもしれないですけれども、まあ、これでよりいろんな人が使いやすくなったんじゃないかなというふうに思っています。はい、じゃあちょっとねさっき今宮選手の限定、出てたと思うんですけども、軟式限定でこちらのね源田選手モデルの、限定も軟式で置いてあります。これをねなんかすごいですよね、桜なのかな、もう刺繍がグラフィック刺繍っつったらいいの、 Z のねこういう刺繍とかじゃなくて柄が刺繍で入ってる、すごい技術ですよね。こういったグローブも今限定 AZ 出しています、モントさんに置いてあります。軟式用もあるし公式用ももちろんあるし限定もあるしっていうことで、源田選手のねやっぱレパートリーというのもまあもちろん今宮選手モデルですけども広がっていると思うので、まあ、モントさん来れば欲しいなと思った、源田選手モデル何かしら絶対手に入るかなというふうに思います。はい、ということで、本日はこちらのね、ニュー源田選手モデル HWAVE になりました。源田選手モデルの、紹介をさせていただきました。さっきもね何回も言いますけど公式も軟式も、どちらもありますので、ぜひぜひモンタスポーツさんで、ここにとかね、まあ、見てみるだけでも全然いいと思いますけど、できれば購入していただきたいなというふうに思います。モンタスポーツさんの、インスタグラム概要欄にありますのでチェックの方よろしくお願いします。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではあれしゃー。